プラートは、イタリア共和国トスカーナ州北西部の都市で、その周辺地域を含む、人口約19万人の基礎自治体、プラート県の県都である、伝統的な繊維業の町である。1950年代以降、プラートは、多くの移民を受け入れてきた。最初は、南イタリア出身者、ついで外国移民、現在は1980年代後半から、移り住み始めた。 中国人移民が最大のコミュニティを作っている。隣接コムーネ、編集隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の PT はピストイア県、ファイはフィレンツェ県所属を示す。考古学的発見から、プラート周辺の丘陵には旧石器時代から人が住んでいたことが証明されている。平野は後にエトルリア人に植民地化された。1998年、 近隣のカンピビゼンチ王で、かつてあった名前の知られていない都市の遺跡が発見された。その都市は中程度の規模で、すでに羊毛と繊維業の中心地であった。一部の学者によれば、神話上の都市を言われてきたカマルではないかと言われている。エトルリア都市は、紀元前5世紀まで存続したが、その後原因不明のまま打ち捨てられた。一帯を後に支配するようになるのは古代ローマ人であり、 彼らはカシア街道を通ってやってきたが、何の定住地も作らなかった。中世初期、東ローマ帝国とロンゴバルド人支配が続いた。プラートとしての歴史は、10世紀に2つの村、ボルゴ、アルコルニオとカストルムプラティが知られるようになってから始まる。続く1世紀のうちに2つの村は、城の領主アルベルティケのもとで統合された。アルベルティケは、 神聖ローマ帝国より、プラート博の称号を授かっていた。同じ頃、平野は日上がり、水力システムを調節し、ビセンツィオの水を利用する試みがグアルケーラえを動かすために作られた。マティルデディ、カノスサ軍による包囲戦の後、アルベルティ家は、ビセンツィ谷にある一族の要塞へ退却した。プラートは、自由コムーネとしてその時から発展することができた。 二世紀の間、繁栄する繊維産業と繊維物桜チントラの存在に刺激されて人口は1万5千人に達した。二つの新しい死壁列は、それぞれ12世紀半ばと14世紀初頭に建てられなければならなかった。1326年、フィレンツェ共和国の拡大に反対するため、プラートはナポリオ・ロベルトを死料理として自発的に従属した。しかし、 1351年2月23日、ナポリジョ王女ンナ一世男女は17,500フローリン金貨と交換に、プラートをフィレンツェへ売り渡した。1512年、カンブレー同盟戦争の最中、プラートは、教皇ユリウス二世と神聖ローマ皇帝カール五世によって、召集されたスペイン軍により略奪された。彼らは、メディチ家のために、 フィレンツェ近郊の都市を取り戻そうとしたのである。プラート略奪の過酷さが、フィレンツェ共和国の幸福をもたらし、メディチケ支配を復活させた。軍は、市外で5万人ものプラート市民を虐殺した。1653年、プラートに都市特権が授けられ、カトリックの主教座が置かれた。市は18世紀の間に特に繁栄し、美しくなった。19世紀のリソルジメント後、プラートは、 織物において特に国内一位の工業中心地となった。1901年に人口は5万人に増加し、2001年には18万人となった。20世紀から市は多くの移民を受け入れてきた。最近は1万人から2万人いるという中国人コミュニティを抱えている。プラートには以下の分離集落がある。ドゥオーモパラッツォプレトーリオプロサッカークラブである AC。 プラートの本拠である2017から18シーズンはセリエ C に属している。最近中国からの移民が増えて、そのほとんどがメイドインイタリーが大切な服飾産業に従事していて、ミラノに次いでイタリア第二のチャイナタウンをプラートに形成している。ありがとうございます。